た LINE ライブは普通に楽しく、ファンの方、かき氷多分知らない方もいると思うので、そういうお話とかをしたり楽しんで、アンバサダーが決まるのは9月6日の、普通に LINE ライブをみんなで多分出演するんですけど、そこでやっぱお話ししたりだとかして決まるので、今回はいつもはねファンの方が頑張ってくださったりとかするイベントとかが多い感じなんですけれども、今回はもうメンバー個人でなんか頑張ってって感じなので、はい、頑張りますという感じで、ちょっと普通に温かい目で応援してくれてたらいいなと思います。楽しんでくれたらいいなと思います。一人だけなので、そうでも立候補してるメンバーが16人なので、その中の一人なんですけれども、でも個人的にはめちゃくちゃかき氷詳しいってわけではなくて、普通に好きで昔から見てたんですよ。アニメの方も映画の方もいろいろ見てたけど、なんか説明するほど説明も下手だしなんかそこまでめっちゃ超詳しいってわけではないんだけど、見てたし好きなので、やっぱお仕事事務課どんどん掴みに行きたいなという感じなので参加しました。 LINE ライブでも初めてやるから、なんだろう、ちょっと事故らないか心配なんだけど、まあ、優しく見てくれた、多分 LINE ライブのアプリとか入れてたら見れるのかな、はい、という感じで、明日からね3、4日、21時からね、よろしくお願いしますという感じで、そうというか今日が18歳最後の配信と思えないです。どうしようかなね、なんか早くないですか誕生日月来るの。なんか2020年というか18歳あっという間だったなという感じがするんですけど、個人的に今日の配信はその18歳振り返ってたとかそういう話したいなって感じなんだけど、今年夏のあったって、いや今年に夏あったっていうくらいあっという間じゃないですか。でも夏っぽいことは本当に できてなくって、今年が、でもプライベートで海行ったくらいなんですけど、お仕事の方ではお家でプールみたいな撮影したりとか、あと昨日一昨日とか夏祭り配信みたいなできたりとかで、まあ、いろいろできたんだけど、今日2日でしょ、だから一昨日ねできたり、でも18歳なりたての頃はもうソロコンできたりだとか、あとはリクアワでロマンティックビューティーになったりとか、結構濃ゆく、最初から一発目からドーンと濃ゆかった分、後の方がなんか普通な感じだったけど、どうだった、逆に。なんかでも一番あっという間だった気がする、私的には18歳が一番あっという間だった。そう、私もマットさん3月からの記憶が点々点って感じ、自粛期間だったっていうのもあるんですけど、本当になんか意外とあっという間に3月から過ぎていったなって感じで、まあ時期が時期だから仕方ないけど、そう思うって、そういう感じですかね。なんか18歳はだからあっという間だった感じがする。まあでも18歳残りなんか楽しもうっていうのがねあんまなくて、なんか何すればいいんだろうって感じで、多分18歳はすんなりと終わる気がしますもうすぐ18歳終わるから、なんか楽しまなくちゃなーって思ってても、何しようかなって感じで特になくってですね。そう、なんか20歳とかはわかる、なんかその10代と20歳のところだから、19歳とかはから20歳になるときはもういっぱい楽しもうっていう気、多分わいっぱいハートきた、すごい、まんま、わなハートが出てるよ、すごい、まんまなんだけどね、18歳か19歳は特にって感じなんだね。え、なんだろうこれ、ショールームさちょっとだけ空いたからさ、期間ちょっとだけね、ハートが浮き出てる、すごいですね、なんかハ
ートが浮き出ててすごい。ハート変わらんのよこれがってな、だよね、変わらんのよこれが、ソロコンサートが印象的って、うん、印象的だった。私も本当にソロコンサートすごい印象的だったな。自分もなんか感じます。あ、印象的だったなって。可愛いノースリーブス、ありがとう、いてありがとう、嬉しい。ノースリーブスいい感じ。飯食べた、てんちゃん。ご飯食べた。ご飯、今日のご飯はね、グラタン、グラタンとかだったよ。可愛いでしょ。イヤリングよく見せて、イヤリング、イヤリング、なんかピンクの、ピンクのさ、よいしょ、お洋服、お洋服なんですよ。だからピンクのイヤリングにしたよ。ね、コメントたくさんいっぱい見てくれてて嬉しい。この1年ですごく大人っぽい表情が増えてきた。そうだって、あ、そう、確かになんか大人っぽくなったねとはよく言うね、最近言われますよ。この間ブブカさんの撮影だったんですよ。その時になんかやっぱいつも撮影でいただける言葉が、いい表情持ってるねって言われるの。だから結構表情はね、大人っぽい表情もできるようになったかなね。どう思う、どう思う。まあそうですもんね、年齢が大人っぽい感じだから、大人っぽい感じかも。でまだまだなんか、でも二十歳超えてるメンバーが多いので、うん、あ、嬉しいね、まさひろさん。確かに綺麗度が上がったと思う。だって、ありがとう、嬉しい。荒牧美咲ちゃん、青に染め顔ね、青にさ、 みーちゃんが 髪染めてて SNS で知ってたんだけど、実際にさ夏祭りのさ HKT のニコ生の時に会ったら、もうなんかね、意外と思ったよりも青でびっくりした。めっちゃ似合っとったよ。写真見てると表情いろいろあるよね。だって表情いっぱい持ってるよ。でもまだ18だもんな。そう、まだ18と、もう18ってどっちも言われ、多分昔から知ってる人はね、もう18歳になったんだねって感じだけど、なんか多分全体的目線から見たら18歳ってまだ若いんだなという感じでですねですね。12歳の頃はよく泣いてたな。だって、あ、確かに泣き虫だったのかな。なんか泣く、なんだろう、泣くことが多かった気がします。なんかいろんな、なんか、やっぱ何人までこれとかさあるじゃん、その選ばれたりすることとかがあるじゃん。そう、今はさ、なんか平和に HKT みんなでドーンとかが多いんだけど、その当時は何々の選抜とか何々の選抜とか、もういろんなのにがいっぱいあったから、そのコンサートのなんか昇格とかさ、チーム分けとかさ、あと AKB の組閣とか、 AKB グループ自体いっぱい、なんかそういうイベントではないんだけど、そういうこと、総選挙とかも多かったから、泣く場面が多かった気がする。今はそういうのがあんまないからっていうのもあるし、先輩の方になったから、その多分後輩とかの方が不安だから、そっちの方にね行っちゃったりもするからさね、なんかあんまりない気がする。あとは、あ、自信がなかったっていうのもありますね。なんか沖縄のね HKT でコンサートがあった時に、スピードさんだよね、スピードさんのねボディ&ソーかなを披露させてもらった時かなとかがあって、ダンスに自信がなくってですね、なんかねなんかよく覚えてないんだけどね、なんか泣いちゃった泣いちゃいましたね。教えて、そういうのっていっぱいなんかいろいろあった。うん、バッ、でも確かに泣く場面が多かった。
あ、そしてですね、あとね、まあ、9月なので誕生日月がなので、生誕祭あるじゃないですか。なんか結構もみく見たんですけど、7月6月8月かなとか、なんか配信で誕生日今回やってて、メンバーがで、ファンの方もお顔が映ったりするの知ってる？そう、博多誕生会、竹山さん、そうそう、今回劇場とかがないからさ、生誕祭とかできないじゃん、劇場とかで集まれないから。だからそう、オンデマでね、オンデマかな、配信でさ、博多誕生会じゃないですか。そう、なんかそういうのもいっぱいあるからすごい楽しみで、そこでなんか企画を今日マネージャーさんから教えていただき、なんか多分みんなさ、何個質問に答えるとか、萌え台詞なんかやりますとか、フラフープしながらなんとかやるとか、いろんなのなんかみんなやってるじゃん。私もそう、それをやらなくてはならないのですで、考えて何にしようかなと思って、まあ、結構ファンの方とコミュニケーション取れたり盛り上がれるのがいいかなと思ったので、ちょっとキャー質問したいってね、だからそういうの考えとこうと思って、待っててください。楽しみ。なんか誕生日っていいですよね。私誕生日大好きなのなんかお祝いされるのめっちゃ嬉しくない？普通になんか大人になったらそれが辛いんだって、ファンの方が言ってたんだけど、なんか握手会とかで今日誕生日なんだよねっていうファンの方がいた時に、おめでとうございますってなるんだけど、いやもう嬉しくないよとか言われちゃうのよ。そう、でも私はね、多分何歳になっても誕生日は嬉しい気がする、うんって思うんだ。特別じゃん、だって1年に1回。そう、私イベントごととか大好きなの。クリスマスね、いい思いって全然ないんだけど、一個もないの。Twitter が凍結しちゃったりだとか、なんかケーキを落としちゃったりとか、チキン落としちゃったりとか、毎回一人だったりとかで、本当にクリスマスがいい思い出ないけど、でもクリスマスは大好きなの。あとはお正月も大好きだし、なんか学校の頃とか夏休みめっちゃ大好きだったから、夏が大好きだったけど、今はもうね、社会人だからそういうのないんだ。だから夏は本当に嫌い、うん、でもイベントごとが本当に大好きなの。だから嬉しいの、誕生日すごく。9月やったって感じで、なんかいつもね、季節の後半が大好き。9月ぐらいからが大好き。7月、8月とかも結構暑いから、8月が結構苦手で、でも9月は誕生日だから好きでしょ。で、そっから10月、11月、12月ってなるとクリスマスもあるし、季節の中で一番秋が好きだから楽しみなんだ。ハロウィンとかもめっちゃ好き。そうそう、忘れてた、ハロウィンも好きなの。秋が好きかな。なんでよ、夏の雲見たらうずうずするやん。確かにそうかも。なんか来たよ、なんかタコとかいっぱい来た、ありがとう。そうね、雲は綺麗、確かに。最近誕生日だった、ヒロボンボンおめでとう。俺は春が好きかな。あ、春、私も桜が好きなのでね、春いいよね。博多誕生会のプロデュースグッズは決まってるのって。そう、決まった、もう提出しました、グッズ。なんか結構、なんか今回博多誕生会結構ねみんなが考える感じじゃん、グッズだから。結構ね、大きいものは作れなくって、そうなのでどうしようかなって考えて、まあ普段使えそうなものにしました。だから普段お家とかで使って、なんかそう、お楽しみにという感じで。どういうのに、どういう感じで使うかはもう説明する、その時に。グッズがいっぱいだよね、本当に。あ、そう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 、そしてそうそうそうです、そうです。あともう一つ、あの嬉しいことにですね、コラボさせていただくことが決まりました。そう、何とって感じなんですけど、今回はですね、あの博多の方に、博多駅の方にあるですね、ミートパイとコラボさせていただいて、結構あの他の HKT のメンバー、花とかナッピとかなっちゃんとかエミリーとかかなとかが、もう結構メンバーが
コラボしてるじゃないですか、カフェの方で博多ので。もう普通になんか明かりとかだったらマシュマロのココアでパンダのやつとかいろいろやってるじゃないですか。そうで、その第2弾っていうか、それの次として一人であのミートパイコラボして作ったんですけど、ですね、バズッキーニのミパイとミクリンパイっていう、なんかそれミクリンパイっていうのはなんか栗あんみたいなのやつが入ってて、めっちゃ美味しいんですよ。そっちがもう最高に。でもバズッキーニの方もめっちゃ美味しいんですよ。そうで、今度ねもう9月にね販売されるんですけど、博多丸井さんと、そうです、コラボしていただくんですが、楽しみだからちょっと打ち抜きで様子見に行きたいなと自分では考えていて、まあ、まだいつ行くかとか、まあ、初日に行けたら一番いいんですけど、ちょっと様子を見に博多へ行こうかなと思ってて、そう、実際にこうちょっと売れ行きというかどんな感じかなと思って見に行けたらいいなって思ってます。胸熱、みんな気になっちゃう。そう、でももう関西のファンの方とかも多いので、そうですね、関西でも販売してくれって感じなんですけれども、これは博多でバズッキーニ美味しそう。そう、あのね、そのミートパイの方が、あの場の方のお肉をあんま使ったことがないということで、なんか多分チキンとかそういうそっち系のお肉は多分ね使ったことあるんだけど、馬はあんまりないということで、どうなるかって思ってたらしいんですけど、めっちゃ美味しかったです。そう、抜き打ちで見に行きましょう。はい関東でもお願いした、横浜もお願いした。そう、なんかちょっとね、とりあえず福岡博多で様子を見に行きたいと思って。馬肉パイは見たことがない。そうそうそう、ダショーダショーってダショーって言っちゃった。そうなの、だからとても楽しみなんだ。そう、期間いつぐらいまでなんだろうだって。ちょっと短かった気もするんだよね。まあ、ちょっと確認して SNS 載せますね。か、多分公式の方で載っているのかな。ちょっともうちょっとお待ちいただきたい。抜き打ちチェック、お取り寄せできますか。あ、ですね、そう、お取り寄せできるのも確かあった気がするけど、どうなんだろう。でも確かその店舗に行かないともらえないのもあった気がする。でもどっちも食べてほしいの、どっちも美味しい。そのデザートに栗のミクリンパイをかけてるんですよ。栗でミクリで、そうで栗のパイということでミクリンパイ、そうかけてるんです。実は知ってた？知ってるでしょね。そう、でもね、すごい大丈夫かなって心配、売れるかな食べてね、みんな、あー食べてね、心配です。大丈夫かなって感じで、大丈夫だよ。だって本当？本当に言ってる？栗食べれないよ。だってでもすごい美味しいの。大丈夫、広めるから。拡散して、たくさん拡散してね、たくさん拡散。あ、つおさんが書いてくれてる、9月16日から9月29日だって。はい、9月16日から9月29日です。よろしくお願いします。はい、そう、栗の季節なの。でもね、ミクリンパイの方すごく安い、369円とか、300から400円くらいで買えます。ドッキ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 、395円だってよ。ほう、395円。そう、500円持っていけば食べれるミクリンパイは。そう、栗なのにすごく安くないね。栗なのによ、栗って お高いイメージ。私も食べたい、はい、楽しみです。よろしくお願いします。
なんか結構 HKT がいろんなお仕事をやってて、すごい。だってあれもありますもん、でで出前か、ん出前がスイスイスイもある。私この間東京でお仕事行った時に、あとジャムもね、ありがとうございました。そう、行った時に出前がスイスイスイ見つけましたよ。看板がでっかくありました。はい、そう、うわ出前館だと思って。で自分が出前館やる時はちょっとね、今ちょっと台風があれなのでですね、期間が延びて今度やることになったんですけど、もう出前館もあるし、そのミートパイコラボもあるし、かけ狂いのアンバサダーのやつの企画もあるし、いやどうしよう、いっぱいあるいっぱいある。で今度ブブカさんの撮影もいっぱいあるし、なんかいっぱいあってやばいですね。いっぱいあります。あと JR 九州さんもあるし、あーって感じでいろんなのにね取り組ませていただき本当にありがとうございます。はい、ありがたいですね。あとアットジャムもありがとうございました。どうだった、アットジャム見ましたか。アットジャムなんか久々にライブしました。ああいう HKT の曲とかで、うん、親が見てくれててね、お母さんがね三福にめっちゃかっこよかったって言ってくれてて嬉しかった。うん、ティフもあるんだけど、マットジャムでねなんか思ったら体力落ちたかもってちょっと思いました。普通はだってもっとね九州ツアーかなやってた頃はあれでなんか大人練習の後に石とかいろいろやったりしてたの、めっちゃメイクノイズとかもやったりしてたのね。でもあれでちょっとやばい疲れた、あやばいと思って、でもあれで MC も挟んだりしてたじゃん。でもそれでも結構きつかったの。そうで、だけど TIFF はもう MC 多分ないで曲数多分アットジャムより増えてドンってやるじゃんいつも。だからもう体力やばいと思って、怖いです、体力やばい。そう、長くずっと踊ってなかったからさ、キャーって感じ。あ、MV と振り付けが違うように見えた、だって。あー、そう？いや確か多分、でもちょっと変わったところもあるのか。あ、そう、それはね、なんか今回はソーシャルディスタンスちゃんと保って立ち位置とか変えたんですよ。例えばまあちょっとメンバー同士でよく言うから分かんないと思うんだけど、 0.5 と1番1番だとしたして0と1番の間が 0.5 なんですけど、私と花新芽なんだけど 0.5 に立つところをもう1番と1番にして、結構ソーシャルを保った、ソーシャルディスタンスを保った立ち位置にしたから、振りがなんかメンバーにも触れてないんですよ。振りが本当はなんか 3-2 でこうやって私ナッピの頭と肩を持ってってやるところがあるんですけど、今回はあの触れないでやるということでですね、触れてる風にして触れてないという触れてる風にして触れてないというで感じにしてこうやったから、多分そういう部分でちょっと MV 撮影とは振りが違うく見えちゃったかなと思うんですけど、でもすごい、もうやっぱり難しかった、初披露だったからもうすごい緊張したんだけど、わあやばいと思ってすごい緊張したんだけど成功しました。ギリギリ触れないゲーム、そう触れないという10月は劇場オープンもありますしね。そうアットジャム楽しかった。うん、ナッピには触れたすぎるやろってそう、うん、ミクちゃんのパフォーマンスかっこよかった。あ、現一のケンさんありがとう、嬉しい嬉しい嬉しい、うん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 。リボンは持たないの、リボンね持たないの、 MV だけですね。リボンは TIFF も楽しみにしているよ、やった TIFF もね楽しみにしててください。今回さ最高回やってなかったからね。そうそう、でも新鮮な感じだった。なんかいつもはなんかシェカラチカとかもそうなんだけどさ、あと早送りカレンダーとかもそうなんだけど、ファンの皆さんの掛け声があって成り立つ曲とかもあるじゃん。それこそ最高回とかもそうじゃん。
なんか不安だった、なんかね、不安煽りとかをさせていただくこともあるじゃん、こうシェカラシカとかで。でもなんとかですかって私聞けなくって、私いつもファンの皆さんがいるときはなんとかですかって聞いてイエーイって帰ってくるけど、今回私なんとかですかって聞ける勇気がなくて盛り上がっていきましょうとか楽しんでいきましょうとかそっちしかできなかったはてなで返せなかった、ちょっと私傷ついちゃうからそう、意外と気持ちがね、帰ってこなかったらしょんぼりしちゃうのだから今回はほらこっちでは見ててもさね、ちょっと不安じゃん、だからいつもなんかまだまだいけますかみたいな煽りを私よくいつもするんです、ファンの方がイエーイって言えるような。でも言える勇気がなかったからそう、村重さんが答えてくれるからそれは安心だと思うんだけどさ、でもちょっと言える勇気がなくって曲中にもうなんか自分で自己解決しちゃった、盛り上がっていきましょうってそう本当にね、だからちょっと不安だったんだけど、まあでもメンバーみんなでイエーイって感じだったからよかった。でさしこちゃんとかも見てくれてたみたいでね、元気で可愛かったって言って書いてくれてて嬉しかった。ツイッターがみんなさ、アットジャム始まる前さ、みんななんか緊張するって感じで言っててさ、みんなが緊張してて可愛かった。あ、タワーが来てませんか、果物だ、誠一さんだ、誠一さんありがとうございます。タワーだ、タワーっていうのか分かんないんだけど、果物タワーありがとうございます。誠一さん、誠一さんどこだろう、エラーが発生しましたって、どう大丈夫、秋限定かな、ありがとう嬉しい、昨日梨を食べたよ、ありがとう嬉しいです、フルーツタワーだ、イエーイ。じゃあ18歳最後の配信の初タワーは誠一さんだ、ありがとう、19歳もよろしくねありがとう、うん、嬉しい、はい嬉しいです。あーね、結構クリスね、大丈夫なのってみんな来て、クリスは、うん、全然元気はないんだけど、でも一緒にいれることが嬉しいから、そう、うん、でもね、お年なのよ、そう、梨は本気で美味しい、うん、果物で一番梨が好きくらいね、お大事にって、ありがとうね、そうそう、もうおばあちゃんだから、うん、寿命なのよ、そう。で次はあとはね、なんかね、なんかあったかな、何の話してた、アトジャム話してかな、アトジャムの話だったくらいかな、だよね、うん、アトジャム楽しかったねって感じで、あと夏祭りもありましたね、夏祭りもすごい楽しかったですね、夏祭りはメロン割りを初めてやったりとか、あとは3期生で、なんか3期生でやったからさ、楽しかった、イベントめっちゃ、浴衣めっちゃ可愛かった、ありがとう、ボブ風にしたの、でもしたら途中でさ髪の毛取れてきちゃったんだけど、楽しかった、めっちゃね、そうメロン割りカカカカって、メロン割れんかった、当たったけど、3期生は個性が強い、そうなんか3期生でも話してた、浴衣見た時に結構浴衣持参してるメンバーが多くて、浴衣だけでもう個性強くないって言って、ね、メンバー個性強かった、葉月とかさえとかエミリーとかね、個性強い、めっちゃ床叩いてたんだけど、メロンじゃなくて床を叩いてた、美味しかった、夏っぽいことね、夏祭りでいっぱいできた、なんかいつも北条屋とかあったけど、福岡
今年ないから、なんかそういうのでいろいろできたかなって感じです、うん。村重と答えたのはミクリン、ミク違うミクね、なっちゃんに投票したの。なっちゃんね、理由はなっちゃんが浴衣を着ると可愛さにプラスセクシーさが追加されるから、それを私以外の人に見られると思ったら腹立たしいという完全なるミクリおじさん意見。誰だろうね、村重呼びめっちゃ面白かった。なんか HKT の LINE があるけど、村重って呼んだの誰やって言ってて、ミクもびっくりしました。なんかやっぱ一期生さんの映像見てて、もう一期生さんってほんとすごいなって思って、なんかなんだろうな、安心して見れる。なんかもう台本とかがなくてもなんかもうバッとできるじゃないですか、一期生さんの空気。そう、村重さんがいるだけでさ、もうバッとさ、もうなんか面白くなるじゃん。耳見て予想、私も耳見て予想。だから本当に一期生さんすごいと思って、なんか HKT イコール一期生さんのイメージ、なんか一期生さんが本当にこの HKT の雰囲気を作ってくれてるって感じのイメージでがあって、もう本当にね面白いと思った、本当に面白かった。HKT 好きってなった。あとはアットジャムのエンジンも村重さんがやってくれたのね、なっちゃんの指名で。村重さんがエンジンするとき、あのザライブもそうなんだけど、いつも必ずもうメンバーがいてって必ずメンバーのことをねよく言ってくれるの。メンバーが本当に大好きという感じで、なのだからなんかすごいなんか嬉しくなりますよね、ちょっと。うん、面白かった。楽屋でもねそういう感じなの。面白かった、うん、楽しかった。ラムネの早飲みとかもね楽しかったの。あのあとあの日ラムネ4本くらい飲んで、ラムネこうやって飲んだら私40秒くらいで飲みきれました。早かった。意外と、でもちょっと炭酸が切れてたから早く飲めたのかな、早かった、うん。あなた JKT48 インドネシア知ってますよ。海外にも48あるの、本当に普通にすごい。コーラなら早いんだけどって、あコーラは苦手ですね、ちょっとここにクッとくる、ここにクッとくる。ラムネは好きだから意外といける。でも炭酸がなあんま入ってなかったから、もうね結構抜けてたからね、結構よくできた。最近ネットフリックス見た？みくりん最後だけど大丈夫を見終わって、今はねネットフリックスあんま見てない、うん。牛乳なら5秒で飲めるよ、だって牛乳大好き。レモンティーはレモンティーも好き、レモンめっちゃ好きで、ま、丸かじりしちゃうんだけど普通に。ビタミン C。 そう、なんかいっぱい話しましたね、いっぱい話したけど、いっぱい話した、いい感じ、いっぱい話していったね。うん、他になんかあるかな、でもいっぱい話した、いい感じに。なんか18歳はあっという間だった、本当にあっという間。でも17歳の出来事一回覚えて、インスタ始めたのが17歳だったから、うん、変な感じだ。インラインもやるの？この後って、インラインはあんましないかな、わかんない。いないっていつもねノリなんですよね、事前に告知しないんです、いつも。 TikTok じゃないか、18歳ね、 TikTok も18歳やって、
美味しいお店見つけましたか。だって美味しいお店アプロが最近好き。最近韓国料理がめっちゃ好きでキムチとかにハマってるんですよ。あとはサムギョプサルめっちゃ大好きだから、そうアプロっていうお店めっちゃ好き。多分チェーン店、全国チェーン店じゃない、アプロ好き。最近ね、ナータンとね焼肉をね一緒に行きたいという話をしてるの。最近めっちゃナータンと連絡を取り合ってるんです。そう、本当はねアットジャムで会える予定だった。でもねアットジャムの日時間がちょっとずれてて違って、そうそうそう、ミクたちの後にイコラブさんとナータン、ナータンがこの間ミクが浴衣のやつを、あ、タワー来た、浴衣のやつ乗せたのね。したら可愛すぎて保存しましたって LINE 来た。わあ、私もナータンのめっちゃ前の写真保存してる、可愛くて。したらそれをねナータンに言ったら、私がミクさんのデータホルダーにいるなんてって LINE 来てね、もうキュンですなった。私たち両思い、ナータン大好きなの。はい、ということでタワー来ましたよ。翔潤さんありがとうございます。わあ、翔潤さんだ、元気、嬉しい。翔潤バイ翔潤さん、どこだ翔潤さん。なんかねちょっとドキドキしてる。ちょっと久々になんかお話するからさ、なんか仲良しなのに久々にみんなと話するからちょっとドキドキ。ナータンは斉藤渚ちゃんです。イコラブさん、サシコちゃんがさプロデュースしてるイコラブあるじゃん、イコラブ。きっと君だ君だ、いくつか恋をしたけれど。ありがとうございます、ありがとうございます。タワー熊本城、熊本城ありがとう。野口ゆりさんって歌うまい、うん、歌大好き、パフォーマンス大好き。あ、そう、あとねさしこちゃんから LINE が来た、嬉しい、カラコンド入りどなしっていう感じで。そうカラコン楽しみ。全然りのちゃんが卒業するくらいの頃カラコンつけてたじゃん、りのちゃんの。でもそっからなくなってずっとつけてなくって、やっとつける、嬉しい。そう、最近カラコン欲しいと思ってたんだ、嬉しい。と欲しいと思いながら行動に移さんかったけど、本当に欲しいと思ってなさそう。そう、カラコン自分で買うことあんまりないからさ、自分に何のカラコンがあってとか、自分がカラコンな何でとかが分かんないの。なんか嬉しい、早く欲しい。やっぱカラコンがどこにどう売ってあるか分かんない。なんかドンキーホーテとか買おうとしたら、なんかもうちゃんと売ってあるところがあるよって言われて、どこなんだろうって感じだった。楽しみ。でもさしこちゃんのなんか前にね、なんかいとこいるんですけど、いとこがカラコンつけてて、めっちゃ前にカラコン借りたらエイリアンみたいになっちゃったの。そう、なんか自分に似合うのがあるけど、私多分カラコンが似合わなくて、多分 目がちっちゃいのか分かんないんだけど、似合わないの私。似合う人と似合わない人いるじゃん。私多分似合わない人な、エイリアンみたいになっちゃうのね。だけどさしこちゃんのカラコンはめっちゃナチュラルで自然だから、私の目にぴったり合う。なんか泣きそうな目になる、うるうるっとするの。そうだから そっちがめっちゃ合う。 HKT の曲歌って、だって HKT の曲327、孤独が残る、なんか案件みたいになっちゃった。案件ではございません。でもデートトパーズが一番好きと、黄色いパッケージかな、黄色いパッケージとピンクのパッケージが一番好き。あたりなさん、ありたなさん、ミクかわいいだって、ありがとう。エイリアンってどんな感じ。エイリアンってもう目が全部真っ黒、もうバーって感じ。ミクに視力悪かった、視力よきよき、視力 1.5、良きですね。でもなんか最近悪くなった感じもするけど、どうなの、なんか日による。うん、そう、
19歳の目標わかんない、19歳の時に言おう。ゆきりん可愛い、手振ってたって柳さん、柳さんなんだろう、なんかね多分ファンの方がハート送ってくれるとここにハートがいっぱい出てくるんだけど、みんなもそう、ほら、うわハートがいっぱい私の顔から出てくる、みんなもそう、ハート出てくる、なんかわかんないんだけど、すごかった、そうだよだってね、来てますかハート、うん出てくる、うわハートがいっぱい、すごなんか可愛い、わハートすごい、ありがとう、出てますよだってね、普通に画面で遊んじゃう、すごいね、ハートいっぱいありがとう、うん、あ目がいいからレーンがいっぱい見えちゃうんだわろ、ああそうそう、でもほら発表されましたね、オンライン握手会、オンライン握手、あめっちゃハートきた、ありがとう、大丈夫、いやめっちゃハートきたんだけど、わあ怖い怖い、すごいいっぱい来ちゃったって感じで、ありがとう、オンライン握手会楽しみ、オンライン握手会楽しみだ、オンライン握手会楽しみ、オンライン握手会、説明読んだ、もうなんか結構発表されたじゃん、どう、どんな感じ、いけそう、期間が長くて助かるってね、本当に10月もあるし、オンライン握手会何話せばいいって感じ、元気って感じで、参加する人いる、みんな参加する人、はいはい、と、いるのかな、うわいっぱいいる、イエーイ、はいやって、みんなはいやって、いっぱいだ、再販ないのかな、だってえ、いっぱいいる、キャーン、みんなどうしよう、緊張する、いやー、みんなにあるの、え覚えとこう、はい、え三成さんね、はい、銀一のケンさん、あとはみんなミクさんね、おー会えるだって、ほんと、あアスカマルコやった、嬉しい、手紙も嬉しかったし、めっちゃ前だけどワクワクって、嬉しい、僕もだって、あマジニコちゃんマーク、えニコちゃんマークですって言ってね、言ってね、ちゃんと、ニコちゃんマークですってちゃんと言って、ほほいで、えウケさんやばいんだけど、え待って待って待って、チェックされてるって、最初チェックしてるほいだ、え、じゃあ、牛虎です。筋肉ムキムキのって言ってね、ちゃんとミクに。やばいんだけど、え、ちょっと会えるの？やばい。嬉しいんだけど。プレッシャーかかろうって。みんなミクさん、みんなミクさんいつもこうやって、ミクにちゃんと愛情を伝えてね。筋肉ムキムキ。はい、行くようで。わ、ヒロケンさん、やばいんやんって。わ、待って待って、銀一さん初めて。え、やばいんだけど、銀一の剣です。どうもって言ってくださいね。初めてがオンラインなんだ、銀一のけんさん、わあ、もうやめんだけど、いや実物はもっと可愛いと思ってくださいね、ゆくちゃん実物はもっと可愛いんだと思ってくださいね、ちゃんと最悪、噛みそうだって、わ大丈夫、噛ませるから、か噛んじゃい噛んじゃい、緊張して噛んで、もう何も喋らんで終わろう最悪、うわー楽しみすぎるんだけど、やばいやばいやばい、やばい、久々で楽しみな、いやーヒラリンレボリューションやばいんだけど、じゃあみんなちょっと名乗ってね、ちゃんと面接しよう、はいじゃあ次の方って言って、遠藤和秀ですって言ってね、ちゃんと名乗りますだって、うん楽しみ、まずはおたおめだな、だってね13日にあるもんね、19歳だやだ、19歳だ、いい楽しみだね、つかじでーすって叫ぶわー楽しみ、めっちゃやばいんだけど、ドキドキしちゃう、ボケますだって、あーいいじゃん、ジージリンゴ、リンゴちゃんでーすって言っとくね。ね、みりんごちゃんでーすって言って、みりんごちゃんでーすって。楽しみ。みんな、
と早く握手したい。お話お話、お顔が見れるのめっちゃ嬉しい。お顔が見れるのがめっちゃ嬉しいです。やったね、お顔が見れちゃう。やったね、やったね、やったね。早くみんなに会いたい。みんなに早く会いたい。よいしょ。 AKB の間に速攻で埋まってた。だって、うわ、楽しみ、楽しみだ。楽しみだ、楽しみだ。服見せて。だって服、服、ここや、これリボン、こういう感じ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。現地のけんさん、あ、じゃあありがとうございます。現地のけんさん、ありがとう。イエイイエイ、現地のけんさんありがとう。嬉しい。ちょっと初オンラインね、楽しみ。現地のけんですって言ってね。楽しみ、楽しみ、はあ、楽しみです。ありがとう、みく、みくまもと女、ありがとね。嬉しい。おひろきさんはもうあれ、名前言わなくてももう、はいってわかる。秒で 0.1 秒でわかるね、うん、みんなありがとうね。楽しみ。じゃあ最後の配信、みくちゃんに出会えてよかった、挨拶させてください。みくちゃんに出会えてよかった、オンラインが初めてになりますがご挨拶させてください。だってね、嬉しいんだけど。ゲストケースは楽しみくりにしときますね。ありがとうございます。あ、ひろゆきさん、たありがとうございます。ひろゆきさんありがとう。18歳最後配信ありがとうございます。ピース。うん、楽しみ。早く会いたい、お顔見たい。みんなお顔、お顔。18歳最後なのね。ソロコン以来ミクに会えていないよね。19歳もよろしくね。会えたら泣くから。だってみんな泣いちゃうの。みんなもうシクシクって。泣かないで、顔出し怖え。だってなんで。グラ、じゃあグラさんして、どうもタモリです、みくちゃんこんにちはって言って、いそう、もちもち S ですって言いたいの。おもろい、もちもち S、 懐かしい、もちもち S。 はい、楽しみにしときます。髪伸びたね。そう、伸びたの、髪の毛伸びた、めっちゃ真っ黒、黒重いね、ちょっと黒、黒すぎて。駆け狂いましょうって感じで。前髪相変わらず綺麗だね。だって本当なんか言うこと聞かない感じする。前髪ちょっと薄くなっちゃった、前髪が。うん、一旦 CM でーすって感じで。楽しみ、めっちゃ。うん、そう、前髪ね伸びたの、本当にマジ綺麗だって。ありがとう。でっち1枚15秒らしいよ。だって1枚15秒、めっちゃ話せちゃうじゃん。すごい、水分取って。あ、ありがとう。うん、18歳最後、18歳最後、18歳最後って持ってきた。レッドブルー、ありがとうございます。冷たい、レッドブル。それでは早速レッドブルいただきたいと思います。開封。
いい香り。こっちか。乾杯しますよ。18歳最後に乾杯。あ、18歳今日が最後ってわけではないんですけど、18歳最後のショールーム配信ということで今日が乾杯杯乾杯はいカーンって感じで、いただきます。いただきますね。うん、冷たい、キンキンする、冷たい、手が冷たい、めっちゃ美味しい、めっちゃキンキンする。美味しい。めっちゃ元気になっちゃう。そう、炭酸だからさ、もうって感じ。あカラス出ちゃう、あってなっちゃう。ああ、え、みんながみんなが羽ばたけっていう、まだ羽ばたけない。おいしい、おいしい、あーってなっちゃう。おいしくて、のなんか飲んだ後っておいしいねってみんな言いません？なんか CM とかで、なんかウーロン茶とか爽健美茶の CM とかでゴークゴークゴーク、あーおいしいみたいな CM あるじゃん。もう私レッドブルだとなんかもうあーじゃなくてもうあーってなっちゃうの。美味しくてあーってなっちゃうの。すごい美味しいですね。美味しい、テンションが上がる。美味しいです。キュンです、キュンです。もう抑えて、ちゃんと18歳はちょっともうちょっとダメだって喋りすぎちゃうと思って抑えてる今。おいしい、キュンです、キュンです、キュンです。私あることをデビューしたんです。さあそれは何でしょうか。急、あることデビューしました、この間。さあそれは何だと思いますか。絶対当てたら、当てたら1万円ないけど、当てたらミクからのナイキッスを、その人宛てに。絶対当てれないと思うけど、絶対当たらない。じゃあ10秒前からいきますね。10、うわすごい当たってる、ゆうじさん正解。早くないですか。そうなんで、私ペイペイデビューしました。ペイペイっていうやつ。あーすごい、というかゆうじさんおめでとうございます。ゆうじさんおめでとう、すごい。そんなゆうじさんにペイペイ1万円分あげる、すごい。なんとペイペイデビューして携帯1個でお金が払える時代になりました。なのでコンビニ行くときも携帯1個持ってればもうお金払えちゃいます。ペイペイって言ってくれるの、すごく。そうペイペイがシュウペイでーすって感じでペイペイって言ってくれるの、すごい嬉しい。携帯一個でお金が払えちゃう。あ、ちょっと時代遅れかもねという。そう、時代遅れなんですよ。ですが、嬉しいです。ピンピン！タクシーもピンピンができちゃう。携帯一個でお出かけできちゃう。しかも、親がしたやつ。親がやってくれた。
私なお金やってないから入金の仕方が分かんない、ありがとうって感じで。はい、嬉しい。電池、そう電池切れには気をつけないと携帯すぐ充電なくなっちゃう。なんかわかんない、新しいさ携帯の機種が今どんどん増えていってるじゃないですか。新しいさ携帯の機種が増えれば増えるほどうちの携帯の充電の減りが早くなっている気がするのは気のせいかな。なんか早くなってるんだよね。それもともとなんだろう、なんか携帯の充電が前よりも減りが早くなった気がする。何も触ってないのに勝手に減っちゃう。その向こうから気のせいですだってなんだろうね、なんかメンバーからモバメが届くたびに充電どんどん減る。うん、気のせいだって。分かった、気のせいです。うん、ちょっとすごいペイペイデビュー、嬉しい。18歳最後にペイペイデビューだよ。やった。ペイ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 。気のせい。あとはミクリンの行いだって。美味しい、美味しい。なんか聞こえた、出たがり。わーって親ガラス。うわ、最近自動販売機でスイカデビューしました。おー、すごい。自動販売機もね、自動販売機にレッドブル売ってあるのあるの、すごくない？モンスターだっけ、どっちか売ってある、すごいすごいよね。ミクリのお家の周りは風が強くない？扇風機置いてあるからね、風が吹いてくれる。ミクのうちにカラス飼ってあるの。カラスいるんだよね、うち。レッドブル美味しい。でもレッドブルって匂い強烈じゃないですか。なんか匂いが強烈、すごく。クリスは今寝てるの？だって寝てる。起きた？起きただって。早くライブしたい。なんかステージに立ちたい。歌うのとステージに立つのが一番好きっていうことに最近気づいた。今一番何が楽しいかっていうと、歌って踊るのが楽しい。あ、クリスが来たよ。クリス今元気だって。クリちゃん。クリスです、でかい。でもクリスめっちゃ痩せたの、わかる？このクリスの痩せ具合、クリス痩せちゃったの。クリス食欲もないの、食欲もないし、ずっとぐたーっとして、そう。おばあちゃん可愛いでしょ。クリス、クリスちゃん、もうクリスちゃん亡くなっちゃった、もう死んじゃうの、行くじゃん、やだ。お大事にという感じで、悲しい。でももう東京行く機会とかも全然少ないから、クリスとかイブとか愛犬の時間を大事にできる。
保育園から一緒だから15歳とか、あ、今度の10月で15歳。愛がいっぱい。今日のみくりん大人っぽい。だって本当？なんだろう、なんかノースリーブスとかだったら大人っぽいって言われるかも。三成さん鬼綺麗って言ってくれ、ありがとう、嬉しい、好き、ありがとう。あ、熊本城来た。ターボーさん、熊本城ありがとうございます。タワー祭り、ターボーさんありがとう、イエーイ、好きだよみんなって感じで。ターボーさんありがとう、元気ですか。元気だよね。タワーさんは元気。ミクが今元気を上げているから、テレパシーで上げてるから元気だね。あれ、なんか前髪違うってコメント来て、そうよ。ちょっとね、薄くなった前髪。でもみんな誕生日も祝ってね。12日ちょうど配信できそうなんですよ。スケジュール多分空いてて。タワーさんが元気だよだって。イエーイ。そう、12日。多分ちょうど空いてる気がするので、12日誕生日当日配信できそうなのだから、みんな祝ってね、来てね、ここにいる人は全員来ることを誓ってください。はい、もう私のショールームを開いた時点でもう契約されてます。はい、またみんなと誕生日だね。この間18になった時の誕生日もそうだったね。みんな祝ってね、毎年毎年。私家族じゃんっていうほど毎日誕生日当日に祝ってもらってる。もう大好き、ありがとう、好き、はーい、だって確実に行くだって。来てね、多分夜とかになると思う、今みたいな時間。来てね、祝ってね、祝ってね絶対だよ、約束。指切りゲーム、マン、嘘ついたら、嘘ついたらどうしようかな。1週間携帯使えないからね最低呪ってあげる指切りゲーム、嘘ついたら1週間携帯使わないように呪ってあげる、指切った1週間呪ってあげる、1週間携帯が使えませんようにってどれだけ携帯が大事か気づくからこれで絶対に来るでしょう。ダメだよ、もう仕事が大変でって、もう、うんってだからね。楽しみ楽しみ、みんなに祝ってもらえる、嬉しい リアルな罰ゲーム、そう、うん、どうしよう、でも誕生日当日に急にごめん仕事入ったって言われたらちょっともうって感じだけど。あ、でも待って、コメント欄にミクの誕生日だから休み取ってる人いるんだけど、あーこれは私も多分絶対に配信できるようにするね。はい、やばい、12日休み取るわって言ってやったー、したらいっぱい祝って。どうしよう、何する、誕生日って何するんだろう、なんか1年に1回だから忘れちゃうんだけど、まあ大丈夫でしょう。あー、すごい楽しみね、どうしようって感じ、ハッピーハッピーバースデーって感じで。19歳楽しみ、コスプレって、コスプレ持ってないの、一着も。マリリさんに前は借りてたんだけど、マリリさんに借りれないからさ、
飲んだ。風強い、台風来てる、怖い。風強い、台風来てる、怖い。やばい、どっか壊れとる。めっちゃ台風強いんだけど、どうしよう。なんか壊れた、ブワンっていった、怖い。こう台風強いんだ、うち。うちの家の中も扇風機風強いけど、外も風強いの。みんなも気をつけてください、本当に。外に出ないように極力。うん、あー、誰かレッドブル送ってください。お楽しみです、楽しみです。ちょっとナコと一緒のやつに、やつ、ナコからもらったんだっけ、確か。ローラメルシエ、ナコ、ナコに会いたい、ナコに会いたい。ミク最近やっぱミクダメだわ。たまになんか会いたいなと思って、お、泣いちゃうの、泣いちゃう、涙もろくなっちゃうの、急に来るの、そういう日が。あー、今来てる、今ね、ナコに会いないっていう日が来ちゃう。そういう時はね、電話するの。ナコに会いたくて電話しちゃったって言って電話して、まあ、10秒くらい経ってちょっと安心して、30秒後くらいにありがとうって感じになる。一番うざいやつ。アルプト、ナコニャー、ナコニャー、ナコニャー、コネコ、ナコニャー、ナコニャー、ナコニャー、スーパースター。マラジュレナコヤ、オルバナコ、マウミ、ナコ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 ヤ、ナコ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 ヤ、ナコヤ。やぶきなこ、きなこ、きなこ、なこや、なこちゃんに会いたい、なこちゃんに会いたい。やぶきなこちゃんです。やぶきなこちゃんの本当の名前はやぶきなこちゃんです。はい、なこじゃないです、きなこです。やぶきなこです。やぶきなこ、きなこちゃん。うん、おうちゃん、はい、みんなに会いたい、メンバー大好き。うん、やる気なこ元気なこ、やる気なこ、やぶきなこ。うん、あれが好き、好きと言わせたい、めっちゃ好き。好きと言わせたい、あなたの方から。18歳最後歌ってほしい、だって。 Won't you kiss、 何歌おうかな。目でか、何歌う。はじめまして、だって里勝さん、はじめまして。財布に入っとるんかなあ、いつもね、でもカラオケのボタンを押したら私ホーム画面戻っちゃうの。ホーム画面戻ったらもう一回やるんだけど、ちょっと止まったらごめんね。あ、カラオケできない感じになってるよ、どうしようって感じ。あれ、押せないんだけど、ちょうどカラオケのボタンのところがこのカメラの方に行っちゃってて撮れない、押せない。どうし、なんで機能が変わったのですかね。どうしよう一回縦にしようと、縦にして、あ、押せるかも。あ、来た。あ、ファンの皆さんって頭いいね。
よし、これで3-2を調べる、ね、私がこうやってさ携帯をしてるとき真剣な顔してたファンの方ミクの顔見れちゃうでしょ、それめっちゃ恥ずかしいんだけど見ないでって感じ。あ、3位区に入ってないな多分。え、いつになったら入るんじゃ。ねえ、ちょっといつになったら入れてくれるんですかって感じで。入ってないな、入ってない。今真剣、入ってない、なんでだ、いつになったら入れてくれるの、なんでで、なんで3-2なら入れてくださいって感じなんですけど、なんで3-2入れてよ、悲しいみくりんじゃん。だってだってだって仕事早いね、だって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 、うん、先週の出口も全部入ってないね。って感じ。チッキショーよいしょ、よいしょ、よいしょ、なーにーやっちまったな。小夢だよさんたち、ミクダヨウさん、ちょっと配信ね、はいはいはい、はい、OK。 でもまあなんか歌う18歳最後だし、うん、何する、何がいいかな、何がいいかな、早送りカレンダー、夏っぽい曲、早送りカレンダー、早送りカレンダーHKT メドレー、 HKT の曲いっぱい歌おうかね。セブンティーン歌おう、だってセブンティーン今で、あーセブンティーンはさ、でもさあれじゃん、セブンティーンはさ、わっセブンティーンは、だって私セブンティーンじゃないもん、18歳だもん。ハート型ウイルスとかどう、じゃあハート型ウイルス歌ったりしよう、 AKB さん1曲でね。あ、じゃあファンの方が教えてくれた方式でいきましょう。まずは携帯を縦にします、でここをします、そしてこう戻します、はい完璧、よし。じゃあまずは早送りカレンダーで、よし。あ、ちょっとマイクの調整をいたしますのでお待ちください。Do you do you do you love to you? Oh, I'm not gonna love to you. Do you do you do you love to you? Do you いつもこいつも love to you? しょ。ちょっと電波が回っています、スタート、イエイ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 、3 1 2 3
がいっぱい。イエーイ。イエーイ。イエーイイエーイ。パチ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 。早送りカレンダーでした。ちょっとイヤホンがおかしかったのでイヤホン2をつけたいと思います。イヤホンが先ほどですね、ちょっと壊れていましたのでですね。イヤホンパート2。大学イヤホン。はい、親のイヤホンをもらう借りて予備編でハート型ウイルスしっかり歌いたいと思います。とこっちおいでおいで、はい、ぐらい近くして
イエーイ。予備軍でやりたいと思いますが、立法を鳴らしてください。立法化けちゃんなので立法を乗ります。なんか女の子がリップを塗るところでキュンってするっていう人いません？なんかテレビで見ました。女の子がリップをしてるところをキュンとするランキング8位みたいなやつしませんだって。あ、そうですか、すいませんじゃあメイベリンです。ちょっとコラボさせていただいている。じゃあ続いて、あ、もう一回縦にしないといけないんですよね。はい、入れたいと思います。続いてはハート型ウイルス。入ってた、よかった。入ってなかったらね、どうしようと思ってた。ぐるぐる回ってます。少々お待ちを。あ、レッツゴン。あ、おすごい、
はい、5555。はい、イエーイ。ハートガトイルスでした。パチパチパチ。なんか照れちゃったなんか照れちゃった恥ずかしい。なんか久々にこういうなんかキュンみたいなの言ったからなんか慣れてなくってなんかおーってなっちゃった。うん、はい、ありがとうございました。前髪整えよう。恥ずいの？だって恥ずかしかった、ちょっとだけ。恥ずかしかったよ、慣れなくて恥ずかしかった最近無縁だったので、そういうなんかキュンみたいなのと無縁だったの。だからもうなんかもうバーッだった。はい、ということでハト型ウイルスね、なんかそう風が強い。ハト型ウイルス歌っていきました。続いては HKT メドレーですねさあ行っちゃいましょう。でもちょっとこっちのマイクもちょっとマイク聞こえづらかったんですけど、どうですか、マイク大丈夫でしたか、声どうですか、音の環境どうでした、音響どうでしたか、大丈夫か。本当よく聞こえたようだって。聞こえてる、あ、いい感じ。あ、それなら良かったです。グッドグッド。じゃあ HKT の曲歌っていきたいんですけど、なんか大人列車とかは結構人気が高い気がするよ。あ、音響大丈夫だって、よかった。あ、またこれはこうしなきゃいけないんですよね。了解です。はい、こうですね。はい、 HKT の曲、白日夢が個人的にめっちゃ好きで、 HKT、 イシウインクは3回、大人列車お願いしている。結構上から徐々に歌っていこうかなみたいなとこあるよね。時間次第だけど、イシ歌おう。ぐるぐる、イシかっこいいけど、かっこいい系。
パチパチ、いい曲、いい曲でした。石でした。どうだ、石だ、いい感じですね。続いてはこちら、いっちゃいましょう。どうぞどうぞ。あ、ぐるぐる回っとる。カモンだって。待ってて、イエーイ。珍しい、これあんま歌ったことない、このカラオケの機能でね。しかも2番は珍しいですね。ちょっと2番
聞くの新鮮だった。イエーイ、ウィンクは3回のフルは珍しいですね。なんか珍しい感じする。パチ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 、完璧。でもウィンクの何、めっちゃ疲れた。ウィンク8回戦感想、めっちゃ疲れた目がシュパシュパ。じゃあ続いてはこれ、こちらです。大人列車、じゃんじゃじゃんじゃん。大人列車いけー、来てやー。
しかった。以上カラオケタイムでした。お届けしてね、ありがとうございました。充電充電イエーイ、はい、ありがとうございました。楽しかった。うー、歌いましたね。楽しかったです。18歳最後のショールーム配信はいかがでしたか。楽しかった。ちょっとね、いい感じ。この配信は30分頃に終わろうと思うんですが、それまでお話をしようと思います。そうね、誕生日当日9月12日は、あ、楽しかった、太鼓だった、ありがとうありがとう。誕生日当日はですね、ハッシュタグ田中ミク生誕祭で盛り上げていこうと思うんですが、どう思いますか。前もなんかそうだった気がする。うん、はい、ということで、あの、拡散お願いします。当日は漢字で、ハッシュタグでね、漢字で田中ミク生誕祭です。2020はつけません。はい、毎年2020とかそういうのはね、ちょっとつけません、ややこしいので。もう簡単に、もう簡単な感じ、誰でも書ける簡単な感じで、もう田中ミク生誕祭で、もう田中ミク生誕祭でお願いします。ツイッター、トレンド入ったら嬉しいなという気持ちで、拡散お願いします。ハッシュタグ田中ミク生誕祭、2020はいらない、お願いしますって感じで、はい、楽しみ、9月嬉しい、2020はいらない。みんなのなんか毎年なんかこう、なんか18歳とかになった時はね、ファンの方が写真とかまとめてくれたりとか、動画作ってくださったりとかしててね、そういうの見るのすごい嬉しいの。あとはツイッターで普通にみくちゃんおめでとうございますとかなんか書いてくれてるのすごい嬉しいの。だからちょっと私も検索しやすいようにね、ハッシュタグ田中ミク生誕祭当日調べてみたいと思います。なんかメッセージ、みんなの、いつもありがとう、いつも結構見てるんだ、嬉しい、毎年祝ってくれてありがとう、嬉しいよ。台風はめっちゃ強いです、やばいです、本当にやばい、うん、みくりんぱいは何味。みくりんぱいは栗とあんこです。みくりんぱい、栗とあんこ、栗の甘い感じ、でもあんこも結構強いんだ、そう、白あん、栗と白あん、うん、ツイッターできないのつらいってツイッター、インスタとか、まあできなかったらもうそれも仕方ないけど、まあ若い子はツイッター やれない子とかいますもんね。ミクも多分 HKT 入ってなかったらツイッターもインスタもやってないと思う正直なんか SNS 弱くてですね、いやもうなんとか SNS 大事にね頑張ってるんですけど、実はあんま得意ではないんですよ、機械音痴で。なので多分私もアイドルやってなかったら普通にツイッターとかやってなかったと思う。一般人だったらツイッターもインスタとかもやってないと思う。私ね結構やってなさそうって多分インスタとかは多分今若い子とか結構使ってると思うから便乗してやると思うんです。でも1ヶ月も持たなさそう、もう映えるの苦手だから続かんもん。そうだからね、そう、多分若い子とかはね、多分ね、お母さんとかかな、多分ツイッター禁止されてるのっていう子もとかもいたから SNS に入れれない子とかもいると思うんですけど、まあやってる人だけね、お願いします。明日からは21時から30分間くらい LINE ライブやるので、3日と4日と、そちらもお願いします。
で6日から6日に決めますもんね。お願いします。 TikTok とかも無縁だった。 HKT 入ってやりませんか、やりますかみたいなの来るまで多分一般人だったら TikTok やってない、一番やってないと思う。アプリ自体入れてなかったと思うSNS やってなかったと思う、LINE は HKT 入ってからできたから入れるけど、 HKT 入ってスマホになった。ずっとガラケーだったうち。そう、ちょっと楽しみにしててください。キッズ携帯使っとったずっと、みくちゃんと一緒に19歳をいわゆる楽しみにしてます。イエーイ、私も楽しみ、楽しみすぎる、楽しみ楽しみ楽しみすぎるよ、楽しみだな。レッドブルもうないの。家にいっぱいレッドブルあると、なんか10本くらい家に入ってるけど、今日1本しか飲めません。はい、めっちゃストックある。じゃあそろそろランキングを思うかな。13位がノッチョマイト、12位ニコちゃんマーク、11位はゆきは魔法さん、10位は赤さん、9位はひろけいさん、8位はりゅうちぇるちぇる、7位は大吉さん、6位はみつのりさん、5位は翔潤、4位はターボさん、3位は誠一さん、2位は銀一のけんさん、1位はひろなこひろゆきさん。ありがとうございます。前髪かわいいよ、伸びた伸びた前髪、ありがとうねみんな。じゃあ次は12日だね。12日できなかったらごめんねでも今のところ12日は予定が空いてるの。祝ってね、バイバーイ、ありがとう。